前回のカツクラ、カツクラ像和風建築家というわけで、カツクラ像の中身をきれいに和風建築にすることにしてみた。何を使うのかというと、麺が作ってくれた畳だ。これを生かしてなんとなくの和風建築を作っていくんだ。ただこれ意外と簡単で、玄関作って靴箱作ってなんとなくの机を作って、そして奥に畳を敷けば、この通りなんと立派な立派な和風建築ができてしまった。そしてほんとすまん、ずっと濃いから今日ちょっとしたミニゲームやってみようと思います。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。もう濃いと濃いとね、もう有名なんですけども、本日も少し、濃い口のエッセンシャル、はい、ですね、ちょっとね、絶滅危惧種にこれ指定されてますんで、ちょっと増やしといきましょうか。これ絶滅しそうだったんですよ、一時期。ただ希少な個体からどんどん増えてって、今この通り増えていきました。はい、んなら、腹減ったな、朝から収録するとこれだから。実は私ミスってしまって、これあるじゃないですか、カズクラのやつ、これミスってしまって37枚、これ作ってしまったの、37枚。これどうすると。というわけで本日ですね、あるじゃないですか、こういう、なんだろうな、昔の家とかさ、天井裏にさ、なんかお札的なもんあったりするじゃないですか、お札的なもん。わかります？呪いじゃないよ。呪いのやつじゃないからね、これ。これ全然呪いかからんから、これ。ね、屋根裏にあっても。だから、これから、なんだろうな、みんなに変な災難がかからんように、お守りとして誰にもバレないカズクラということで、そっちを、行きたいなと思います。どうやってこれ隠すといいだろう。あくまでお札なんだよね。すいや、カズクラ、いや、今日3時半から起きてたよ。昨日ほんと早めに寝たからさ、こうやっておくとね、うわめっちゃあるやんみたいな、めっちゃ映えてるやんみたいなことあるからさ、ほんとみんなにバレないように置いてきたいんよね、ここら辺は。だからいろいろね、蓋をしたりとか、いろんな技術が必要になるかと思いますので、まあなんかうまいことね、そこら辺攻略できたらいいかなと思っております。というわけで、早速行ってみましょう。まずは近場の、あ、鳥屋さんのとこ行くか。こことかね、意外と簡単で、大体、マグニ、トリオさん、ゾウズさんで、まあ、一人頭10枚ぐらいだね。10枚ぐらいなんかやっていけばいいんじゃないのかなと思いますので、よろしくお願いいたしまーす。どこにあるかなぁ。うわわ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 わ。あ、そういうことね。空間には意味があるのね。どこに置く？いや、意外と難しいな。結構詰まってんじゃん、この建物。今更気づいたけどさ。あ、見つけた見つけた見つけた、ポイントとして。こういうことよね。こういうことなんよ。絶対バレん。絶対バレん。ちょっと人参ちょっと抜けちゃったから。さあ、というわけで、参りますかね。ちょっといろいろ隠し場所を探してくるわ、10枚分。あった、すごい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 、地面掘ろうとすると見て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 、グインクイング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 インってなってる、グイン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 。なんだこのアクション、初めて知った。いやいや、ちょっと見えるな、ちょっと雑だったな、これやばい。30枚多いよ。みんなのところに切りよく10枚ずつ隠しとくといいんかもしれんな。あ、ここもいいな。3枚、4枚。超楽しいじゃん、これ。5枚。元からある。な、これで6枚でいいか。6枚ね。ちょっと分けとかんだかんかんな。あらかじめね。待って、上の方にもちょっと。7枚。8枚。これはバレるか、これはバレるか。8枚、あと2枚、あと2枚。9枚、バレんでしょ。あと1枚地下でいっか。
逆にね、逆にこんだけ貼ったったら気づかんと思う。待って、こっちの方がいいんじゃないか。逆に気づかんわ。オッケー。そう、森の中に木を隠す、まさにそれ。よし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 、そんな行こうか。面帝国にも8枚だけあるから、待って、大変だぞこれ。あと40枚隠すわ。うんなら、うんな、次マグニーさんのとこ行きます。建築物が少ないからね、逆によね。え？一番置けるんだここ。2、3、いいよ、4、出てないこれ。悪いこと、待って、左右これバランス取る。これ目のモザイク入ってないこれ。なんかほら、悪いことした人みたいになってるこれ。バレンか。うわ、中まで詰まってるこれ。はい、6枚目。OK。あと3枚。OK。雑になってねえか。オーケーオーケー。次、ドズさんのとこだな。メガネーン。1枚。まあ、一軒一軒に仕掛けていきたい気もするけどな。ここやな、完全に。2枚。床下。はい、3枚。うわ、懺悔部屋難しいよこれ。わかったわかった、怒られそう。4枚。5枚。パクリだろこれ。これパクリだろ。これパクリだったの。これパンダのとこどうするよこれ。このバレないパンダシリーズ、これ地面置いといたらもうその時点でバレんでな。パンダ施設はここね。おーしよしよしよし。ファミリーマートね。トゥンテ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 ン。ここ多いな。オーケーオーケー。あと2枚、あと2枚。ほんでここ。やべ、動かしてた。あ、やっべ、やっべ、やっべ、はまった。うわ、やっべー、やっべ、助けてよ。よし、とりあえずここに置いて。やばい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 。オッケー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 。なんかいっぱい、なんか余分になんかあるな。オッケーオッケー。 あとこの和風建築の中にね、1枚だけ入れとくか。あるじゃん、いい場所。はい。いや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 、浮いてますやんこれ。完全に完全に浮いてますね。ダメダメダメ。あー、この裏に隠すことはできるのね。はーい、オッケーですね。はあ、10枚全部隠し終えました。面帝国も一回あんなら。あ、ジャジャキクさんの分忘れた。ジャジャキクさん、でも菊池さんの隠す部分ないよこれ。そういえば、まあでもあるから雑にやるか。ちゃんと見守らないとね。2枚使っちゃってるからもう雑。おい、こうなると思ってた自分でも。お、こんなとこ行けんだ。えい。バレんやろ、向きだけ整えとけば大丈夫やろ。なんだこの隙間。オーケーオーケー。カズクラ。
このあとメンテ国行こう。メン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 テ国、メン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 テ国、メン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 テ国と。はい、一枚。はい、真面目。まだ真面目。一枚。二枚。行った？行ってないよね、これ。難しいな。ここに置いておこうか。二枚。いや、ここはダメだろ。3枚で、3枚、4枚、5枚、ふざけんなし、あぶね、ふざけんなし、ここ？気をつけろ。やっべ、楽しい今回の企画。やばいいね、6枚目の置き場。置けるんだ。7枚、これを1枚入れ替えるのも違うな。それも違うよな。いや、めちゃめちゃ綺麗だなこの地図。あやかりたい。おや、バレないんじゃないか、これ。バレないな。オッケー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 。あと2枚。あ、もう面のところはもう湧くんだから、もうここだ。オーライ。あと1枚。おや、まさか生き残りかい。友達だ、やっぱり友達。なんかここに作っといてやろう。あ、ぶぶ、崩ってた。あー、というわけで誰にもバレないシリーズでね、友達も作ったげだし、すげえわ今回の企画。40体よ、40体ものカズクラさんが、このワールドに存在するというこの奇跡。うわ、いい企画できたわー。あー、いやー、いい企画。もう看板にも書かずにね、このまんま行きたいなと思います。はい。あ、エリトラそう、エリトラ、エリトラ完全にパクってるやん、エリトラ。待って待って待って。はい、今度いっか。はーい、というわけで、はい、こんな感じで、終わりたいなと思います。カズクラが40人いるドッキリということで、はい完成いたしました。まあ、今回でもなかなか面白かったね、これ。カズクラがね、どこからでも見守ってると、あなたのところを見守ってるということでね、本日は終わりたいなと思います。はい、もうまずね、これ見つける必要ない。今回言っとくと、鳥尾さんのところが一番難しいから、広いから、もう見つける必要はないので、皆さんもね、10体分見つけてくださいとかね、もう言わなくてもいいよこれは。はい、というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイビー。